はい、おはようございます。ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事お願いします。はい、今日は4つ発表事項があります。手元の資料も参考に見ていただきたいんですが、まず岩手県市町村合併推進審議会への諮問について、8月31日金曜日に岩手県市町村合併推進審議会が開かれますが、県から次の諮問事項を諮問いたします。まず1つ目、合併市町村における合併効果の検証について、そして2つ目として合併協議会設置の勧告の在り方について、合併新法の期限が平成22年の3月で残り3年を切っておりまして、将来のまちづくりについて今まさに真剣に議論していただく時期に来ていると認識しておりますことから、地域における議論の喚起を促すとともに、住民のための判断材料を提供するため、この2つの項目について今年度中に審議会において調査審議をしていただくものであります。2つ目の発表事項、岩手子育て応援アイファミリーサービス事業についてです。これは少子化対策の新しい取り組みとしての岩手子育て支援アイファミリーサービス事業を協賛する店舗企業の協力をいただきながら、11月18日家族の日でありますが、11月18日からスタートするというものであります。サービスの対象は妊婦さんと18歳未満の子ども連れの子育て家庭で、協賛店を子ども連れの家族で利用する際や妊婦さんが利用する際にサービスを受けられるというものであります。でこの協賛店には商品料金の割引や特典提供型のニコニコ店、授乳スペース提供などのお出かけ配慮型のほのぼの店の2種類を設定しまして、シンボルマークを募集しているところでございます。またその協賛店を募集しているところであります。発表事項の3つ目、岩手子育てに優しい企業認証表彰制度について、県では子育てと仕事を両立できる職場環境を推進するため、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業種行動計画を策定するなどしてまいりましたが、この度積極的に取り組み顕著な成果を上げた中小企業を表彰する制度をこの9月に創設することといたしました。県内の企業の多数を占めている中小企業において子育て支援策が実行されることにより、男女を問わず子育てと仕事の両立が可能となり、子育てに優しい環境の整備が期待されるものであります。発表事項の4番目、おでんせ観光王国岩手 in 東京の開催についてです。平成19年9月10日月曜日、ホテル日光東京におきまして、おでんせ観光王国岩手 in 東京を開催いたします。これは首都圏等の旅行代理店に対して岩手の観光資源を紹介宣伝し、本県への観光客誘致拡大を図ろうとするもので、県内の行政企業団体が一丸となったプロモーションは今回が初めての取り組みとなります。私も参りますし、また高橋平泉町長から平泉の文化遺産を活用した観光もアピールをいたします。また岩手県食産業創造アドバイザー加藤氏による県産食材を生かした岩手の美味10品の紹介や、都知の横沢優子さんによる県内地酒の紹介、また、早知根神楽の上演も予定しております。
今回は東京で行われますが、今後、名古屋、大阪において実施するほか、機会を捉えて、県外に対して岩手の観光資源を紹介したいと考えております。以上です。以上で知事からの発表を終わります。それでは本日の進行はデイリー東北新聞社の工藤記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。デイリー東北新聞社の工藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず質問の前にですね、記者クラブへの、転入者紹介したいと思います。転入された方、ご挨拶それぞれお願いします。岩手めんこいテレビの井上と申します。よろしくお願いします。前は、県警クラブに3年いました。で、先週からこちらの、県政クラブに移ってきたんですが、まだまだ今日のニュースは何なのかという非常に迷う部分が多々あるんですが、これから、県民の有益なニュースを伝えるためにも一生懸命勉強していきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか一人だったみたいで。それでは、ただいまのですね、発表事項について、各社から質問があれば、社名を名乗ってからお願いしたいと思います。なんかないようですので、それでは続きましてですね。どうぞ。岩手日報の菅原です。おはようございます。岩手子育て応援、アイファミリーサービス事業についてちょっとお伺いします。事業イメージとして、その商品の割引や特典などのさまざまなサービスを提供するというふうにあるんですけれども、これ協賛店とか企業とかにはその県の補助などが入るんでしょうか。それからこれ事業イメージとあるんですけれども、こう事業内容というのは確定してあるんですか。確定してないければですね、確定してないのにその協賛店募ってもなかなか理解が得られないんじゃないかなと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。実は結構やってる県がいくつかありますので、お店の側としてはイメージは持ちやすいと思っております。県からはこういう制度を設定し、そのシンボルマークステッカーを提供するといった、間接的な支援という格好でありまして、あくまで共生の理念といいますか、共に生きる岩手、そういう、こう助け合いをお互いにやっていこうということが趣旨であります。ということは、この事業にあたって、その協賛店等にその補助が入るとか、そういうことはないわけですね。この事業については、そうです。協賛店とか企業が自主的に、この趣旨にのっとって、商品の割引とかを進めていくということなんでしょうか。と言いますのは、最近は環境問題にしっかり取り組んでいるとか、あと、こういう、実はすでにこういうスキームなしでも、子ども連れや妊婦さんにこういろんなサービスを特に強化しているお店もすでに実はあるわけでありまして、そうしたことが実は売り上げの向上にもつながるというような時代になってきてますんで、そういう意味では情けは人のためならずというところもあって、そういう地域振興的な証拠的にもですね、活力を高めていくというような効果も期待されています。他にございませんでしょうか。IBC の大白です。合併推進審議会の諮問についてなんですけれども、知事はマニフェストの中で、岩手4分の K というのを掲げてますけれども、改めて、知事の合併に対する思いと、あとこの審議会の諮問での期待することというのを教えていただけますでしょうか。合併をめぐっていろんな議論があるわけでありますけれども、分かりやすくする言うと、その
いい合併と悪い合併があって、その悪い合併にはまあ反対をする関係者としてはやっぱり反対、しかし、いい合併はこれは推進していきたいということで、県はその悪い合併を押し付けるものではなく、県としてはそのいい合併をこう推進していきたいというふうに思っております。で、そういう意味で合併効果の検証の中でですね、そういういい合併というのがどういう形で進められるものなのかということが検証されるといいと思っておりますし、また、合併新法の中で、知事が合併協議会設置の勧告ということがこう規定されているわけですね。その、なかなか合併進まない地域に、市町村に対し、その合併協議会設置を勧告するという、まあ、一種、いわゆる伝家の宝刀のようなものが法律上規定されているんですけれども、ただこれも法律にあるからといって安易にこう抜いて振り回すものではないんじゃないかと。やはりその地域の声、そういう住民本位にこの制度全体は進めていかなきゃならないんじゃないかと思っておりますので、まずその勧告という制度のあり方、活用の仕方そのものをまず広く議論してもらうところから始めなければということで、それについての、見識、優れた見識がこの諮問に対する答えとして出てくることを出していただけることを期待しています。あと今、知事、いい合併、悪い合併とおっしゃいましたけど、まあ、知事が考えるそのいい合併、悪い合併ってどんなものですか？まあ、うまくやればいい合併になるんじゃないかと思うんですけれども、これは住民が、まあ、より低いコストでより良い行政サービスを得られるようになるということと、また、地域全体が活性化して、未来に向かってこう力強く進んでいけるようになること、そうしたことがこういい合併なのではないかと思います。逆にその悪い合併というのはちょっとあまり 言いづらいかもしれないんですけども、どんなことを考えられますか？やっぱり住民がこう不満を持つ、合併しない方が良かったみたいに思うようなのはこう悪い合併なんですけれども、そこには個々いろんな事情もありますんで、それは一つ一つこう分析をする必要があるんだと思います。そういう意味でもこう合併効果のこう検証っていうですね、そういう対処高所からの作業がこう今必要な時期じゃないかと思います。ございました。河北新報の安野です。よろしくお願いします。今の 合併の関係なんですけれども、まあ、来年年度中に、答申してもらうとですね、残り2年という話もありましたが、その後積極的にですね、勧告については行っていくという前提でですね、今回、諮問するというふうに理解してよろしいでしょうか？いや、もうその積極的にやるべきものかどうかということも含めて、その勧告のあり方については検証、調査審議をしていただきたいと思っております。必要があると判断すれば積極的にやりますよということですかね。まあ、そこもどういう判断が出てくるかは、ちょっと調査審議にまず委ねたいと思います。岩手日報の菅原です。ちょっと今の合併の関係なんですけども、知事選の時に、まあ、県内各地を回ってですね、いろんなその状況、各地の地域の課題とかも見えたというふうにおっしゃっておりましたが、特にその合併特例法の期限内でですね、合併して35市町村になったわけなんですけれどもね、岩手県内は。具体的にその合併によってですね、どういう課題がですね、本県においてはあったのか、
その辺、今の時点では、知事ご自身はどのように考えてますか？まあ、そうしたことをこう有識者、専門家、それぞれの立場の皆さんに調査、審議していただくことが今、必要と思って、諮問をするわけでありまして、あまりその冒頭の段階で私の方から方向性のようなものをこうあまり出すのは適当じゃないと思うので、今日はそういうコメントは差し控えさせていただきたいと思います。内容ですので、続いてですね、幹事社質問の方をちょっとお願いします。2つありますので、お願いします。まず1つ目ですが、平泉世界遺産登録についてなんですけど、イコモスの現地調査が27日から3日間、平泉で始まります。来年夏の、世界遺産登録へ向け、正念場を迎える、県の意気込みというものをですね、聞かせていただきたいと思います。2つ目ですが、盛岡市長選挙について、まあ、昨日ですね、投開票の盛岡市長選挙で、新しい市長が誕生しました。これに対してですね、知事の感想と、あと、まあ、県としてですね、新しい市長さんへ期待すること、この2つをお願いしたいと思います。はい、イコモスの現地調査についてでありますけれども、やはりありのままをですね、見ていただき、調査をしていただき、報告書を作っていただくことかなというふうに思っております。ただ、短い時間の間でですね、かなり対象の建物、土地、複数市町村にまたがって広がっていますから、まあ、そこを効率的に漏れがないようきちんと見ていただくっていうところのお手伝いを県としてはしっかりできればと思っております。まあ、この平泉の価値をですね、これはそのままありのまま認めていただければ、世界遺産にふさわしいものだと私も思っていますし、これを人類のですね、共通の遺産、世界遺産にすることで、平泉の平和の理念、また自然と一体となる、そういうあり方、こうしたものを、人類全体で共有していくという中で、この岩手としても世界に、人類に貢献することができればと、そういう思いで現地調査のお手伝いをしっかりしていきたいと思っております。谷藤盛岡市長の再選については、お祝いの言葉を申し上げたいと思います。中核市、県の方でも議会の承認も得て、盛岡市に返しまして、盛岡市から今、国の方に申請が出ているわけでありますけれども、中核市としてですね、岩手のこの自治の、そして市町村の在り方の新しいモデルとして成功するように、谷藤市長に引き続き頑張っていただきたいと思いますし、県としても協力しながらやっていきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。それでは、幹事社の質問に対する、すみません、各社から質問があれば、社名を名乗ってから、お願いします。どうぞ。岩手日報の熊谷です。
うまいインフルエンザに関してなんですけれども、はい、まあ、県内でも、44頭感染確認されてますが、改めまして感染番が出たことについてのお考えと今後の対策、あと今現在、まあ、開催続いているわけですが、影響をどのように捉えているのかというのを教えていただきたいんですが、まあ、感染場が出ないようにといろいろやってましたので、感染場が出たことは、残念で、あります。しかし、まあ、中央競馬の方がいち早くそういう経験をして、いろいろやってみた上で、国の方でも農水省の方でも感染場をきちんと隔離できれば、レースの開催は支障がないという、まあ、そういうガイドラインを決めてもらったこともありですね、そのガイドラインに従いながらきちんとレースを主催者としてはやっていかなければならないと思っております。まあ、レース全体が大きくこうその形が変わるような影響は受けていないと思いますので、きちんとやるべきことを異論なくやってですね、法令に従って公正なレースというものをきちんと行い、ファンの期待に応え、県民の信頼に応えるということをやっていきたいと思います。今後の対策なんですけれども、まあ、検査の方はこれからはレース前までは症状が出た馬に対してだけやるということなんですけれども、感染拡大という意味で改めて前頭検査する考えはないのか、その理由っていうのを教えていただきたいんですが。はい、まず主催者としては公正なレースを行うということが務めでありますので、国の方のガイドラインもまず出走馬について、検査をするようにというガイドラインで、ありました。で、もちろんその個々の馬について、これは馬主さんがですね、調教師さんと一緒にこう、つまり検査しようと思えば、その競馬馬というのはものすごい財産ですからね、その持ち主やその管理している方々が、まあ、一種こう自己責任で検査しようと思えばそれはできるわけであります。で、貿易上の観点からは他の法定の伝染病で、義務付けられたようなことが例えば人間の場合でもコレラとか赤痢とか一緒にいた人も検査を受けなきゃならないような伝染病というのはあるわけですけれども、人間の場合ですらインフルエンザの場合には、例えば学級閉鎖、学校閉鎖が問題になるような場合でも生徒一人一人を強制的に検査するようなことはしないわけでありまして、憲法が保障する教育を受ける権利に関わる、そういう人間の場合でもやらないわけであります。ですから治る病気でもありますし、現に早い段階で発症した馬はそろそろもう治ってきているということも聞いておりますんでですね、貿易上の観点からは、前頭検査までは必要ないという判断です。岩手日報の菅原です。盛岡市長選挙の関連で、お伺いします。まず1点目なんですが、投票率がかなり低くなりまして、過去最低に並ぶような
低い投票率でした。まず県庁所在地の都市でこのような低投票率になったことについては知事はどのように見ますか。一般論としてやはり投票率が低いことは好ましくないと思います。有権者そのいろんな思いがあるんだと思うんでですね、自分が投票しなくても勝つだろうとか、そういう思いがあるんであればちゃんと投票その一票をこう投じて勝たせたいんであればそういう意思を表するべきであると思いますし、そうじゃないんであればそうじゃない意思をやっぱり表する、べきだというふうに思います。候補者 の谷氏ですね、各党にその推薦要請をしませんでした。で、まあ、それによってその見方によってはですね、まあ、有権者 その対立軸がなかなかこう見えづらくなったのかなというふうにも見えるわけなんですが、首長選挙でのですね、候補者と政党の関係というのを改めて、知事はどのように考えるのかですね、お聞きします。都道府県知事選挙、そして政令指定都市、まあ、そういう100万人くらいの人口の市の市長選挙、そういったことについては政党がしっかり取り組んでいくことが望ましいと思います。一般論からすれば政治のあらゆる局面に政党政治というものが実現することが望ましいんですけれども、他方ではその古代ギリシャ流の完全なその参加型民主主義、全員集まって何か議論できるようなそういう小規模な単位の政治については、政党政治じゃなくても機能するというところがありますので、ですから小さいコミュニティとか小さい自治体であれば政党政治以外のやり方で民主的なやり方は担保されうるんですね。そういう中でこの30万人規模の市っていうのはこう微妙なところなんだと思います。ですから、まあ、今回投票率が低かったっていうのはやっぱりこう政党がもっと関与した方が良かったのかな、まあ、これから政党がもっと関与することの方がそういう民主主義の活性化っていう観点からは望ましいのかなっていう、そういう一つの問題を提起したところがあると思います。テレビ朝日の福士と申します。今日は東京でですね、安倍内閣の組閣が今行われています。はい、確定ではないんですけれども、前増田知事がですね、大臣、民間人の大臣として登用されるのではないかという名前が挙がっていますけれども、この名前が挙がっていることについて、知事はどんなふうにご覧になっています。はい、一般論として岩手にゆかりのある方が政府の高位高官に就くということは大変素晴らしいことだと思いますので、そうなるんじゃないかっていうようなそういう話があることはいいことだと思っております。ただその入閣というのは内閣の一員になるということなんですけれども、この内閣というのは連帯して国会に責任を取るという存在でありまして、その大臣の担当領域だけやってればいいというものではないんですよね。ですからテロ特措法の問題をはじめもうあらゆる国政課題について連帯して、責任を取っていかなきゃならないので、どういう内閣に入るかっていうことがやはりありまして、
変な内閣に入って連帯責任を取らされてですね、大変なことになるっていうことはまずいなと思ってますんで、そういう意味では一般論としてはいいことなんですけれども、どういう内閣になるのかっていうことが問題だと思ってます。そういった意味では今日は、夜には決まるでしょうけども、非常に関心をお持ちでしょうか。どういう内閣になるかっていうことについてはあんまり、そうですね、私はその希望を持ってないんで、そういう意味ではうーんっていうような感じで見ております。すみません、今の質問に関連して伺いたいんですけども希望を持てないとおっしゃいましたけど、希望を持てない理由を聞かせてください。いや、それはその、参議院議員選挙の際に自分と小沢一郎さんとどっちが首相にふさわしいかと言って、敗れた安倍晋三総理が引き続き首班を務める内閣ということなんでですね、どうもこう民主主義の原則から言ってこうあんまり祝福されない内閣になっちゃうのかなっていう感じがしております。こうした意味合いでいきますと、仮にですね、増田前知事が入閣された場合も、この場合も今おっしゃったようにあんまり院内閣に入ることにはならないということになるんでしょうか。他の人が総理大臣ならいいのかもしれないんですけどもね、はい。すみません、たびたび盛岡市長選挙に戻ってすみませんけども、さっき投票率の話が出たんですけれども、投票率にどう思うかということと別にですね、投票率が低いという理由をですね、どのようにお考えなのかをちょっと教えていただきたいと思うんですが、いろんな分析が可能だと思っていて、私もこうちょっといろいろ考えたいなとは思っております。そういう中ではやはり盛岡タイムズさんが書いていたその市政そのものに関心が薄れてるっていう指摘は鋭いなと思っています。で問題はないわけではなく、むしろ深刻な課題がたくさんあるんですけれども、その市政というのはやっぱり難しいんだと思います。なかなかそのちょうどこの30万人規模の市政っていうのは小さい市町村の場合とも違い、またもっと大きい自治体の場合とも違ってですね、なかなかこういうふうにやっていけば市民の参画を得られていろんな問題を解決していけるっていう、そういうこうモデルをですね、なかなかこう今これはどこでもこう探しあぐれているような状態なんじゃないでしょうか。そこが今一つこう市民参加っていうことを選挙の投票も含めてですね、ちょっとこう難しいものにしているんで、ですから4年後に向けては誰が、あるいは政党かもしれませんが、いかなる政党あるいはいかなる個人がそういうこう新しい参画共同のそういう姿勢作りっていうのをこう提示するかっていうことが、その盛岡の新しい運命をこう決めていくのかなという感じがいたします。しますと、選挙の結果とは別にですね、盛岡市政の課題として、そのいわゆる市民の共同ということは再選した谷口さんも言ってるんですが、その共同の進め方というか、その共同の実現の仕方に今大きな課題の一つがあるというふうな認識でしょうか。そうですね、今回の投票率はやっぱりそこでこうもう一工夫必要だっていう、そういう、民意としての天の声、本当は天の声っていうのは民の声こそ天の声でありまして、そういう意味でのこう天の声かなと思います。
岩手日新新聞の伊藤と申します。インフルエンザの関係でですね、土日レースやりましたけども、売上の方は、通常開催並みというふうな、土曜日が1億5000万の、日曜日が2億1000万ということだったんですけど、当初かなり売上の方懸念されてたわけなんですけど、この2日間の売上についてはどう見ていらっしゃいますでしょうか。こう出走馬レースに参加できなくなった馬の数っていうのはそれほど多くなかったわけでありまして、そういう意味ではこう通常のレースとそれほど変わらないような数字かなと。日曜日はむしろ目標を上回る売り上げがあったということではあるんですが、ただ、このマイナスの影響もないことはないと思いますので、やはり事態は早く収束させていきたいと思っております。ただそのレースがこうレースにならないくらいにこうガタガタっと来ているっていうことは全然ないというふうに言えると思います。今週末からまた、今日もやってますけども、改めて、その事態を早く収束させるための対策として、何かお考えでしょうか。いろいろ関係者間で情報交換とかですね、やりながらこう消毒もいろいろ工夫をしながら、そういう貿易のためのこうやつは日々工夫と努力をこう重ねながらやっているところで、ありますし、他の主催者の競馬場でのやり方とかもこういろいろ参考にしながら、より良いやり方っていうのをこう工夫していきたいと思います。朝日新聞南です。すいません、たびたび先週ありました、競馬の話なんですけども、監視委員会の報告書を取りまとめありましたけども、あれでですね、委員長は総括として厳しい内容になったとおっしゃってましたが、私はあまり厳しいとは思っていなくて、例えば2回ターニングポイントがあったというようなお話がありましたが、じゃあどうしてそのターニングポイントをきちんと見定めてですね、きちんとした方向に持っていけなかったのかというところがあまりいまいち私ははっきりしなかったのではないかと受け止めていますが、改めて報告書を受けて知事の感想、そしてまた今後の組合運営にどういうふうに活かしていきたいかということを教えてください。一つこう大きい指摘だなと思ったのは、今新しい計画、いわゆる新計画の下で、行われている岩手競馬のこの再生に向けての取り組みなんですけれども、さらに抜本的な改革を検討する必要があるという指摘がされていまして、これは非常に大きい指摘だと思っております。今のやり方、売上減に合わせてコストを削減していくっていうやり方なんですけれども、これは成功法ではあるんですけれども、これをこう未来永劫を続けていくというのはかなりきついなっていう感じもしております。そこを打てばそこからはもうそれ以上下がらない底がどっかにあるんじゃないかとは思ってるんですけれども、それがはっきり見えない中でですね、毎年毎年管理者として当然の責任ではあるんですけれども、この岩手県知事がですね、かなりこう頭のかなりの割合をこう競馬に割かなきゃならないようなやり方をこう未来永劫を続けていくっていうのはどうかなという感じもしておりまして、何かもっとこういいやり方、抜本的な改革がの方策があればいいなという感じもしてきていたところでしたので、そういう中長期的な視野に基づいた抜本的な改革っていう指摘はこれは非常に
大きいと思っております。で、今までは県も組合も新計画以外の選択肢はないという前提でやってきているわけなんですけれども、ここは大きく、岩手競馬をさらに良いものにする可能性が広がったと思ってまして、そこは非常に良かったと思います。で、そういう中で、より良いあるべき岩手競馬の姿を追求するにあたって、いろいろご指摘いただいたこう問題点というのは非常に役に立つ指摘が多々あったというふうに思っています。たびたびすみません、韓国新報安野です。今の関連なんですけど、要するに知事が頭を悩ませない状況って考えてみると、民間の委託だとかですね、そういうことが想定されるんだと思うんですが、その委託に関してのですね、将来的な展望というかですね、可能性について教えてください。それは本当に今後の検討課題の一つだと思います。で、あと、どういう段取りで検討していくべきかということについては、監視委員会そのものも、今の競馬組合への助言、これからのこの競馬の在り方の提言といったことが、こう監視委員会の任務にもなっていきますので、どこまで監視委員会にこうお願いするか、また監視委員会以外のところで検討するかとかっていうことは、これから決めなければならないんでありますけれども、今ご指摘いただいたそういう民間委託っていう可能性については、検討課題になっていくと思います。よろしいでしょうか。それではこれをもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。はい、ご苦労様。